機に戦闘を表示してもらっているわ。ほう、近距離が好きそうな機体しかいませんね。寒風吹きすさぶ中皆様お元気ですか？私だよ。久しぶりにズゴック引っ張り出してきたけど表情差分少ねえなって自戒しながら元気に実況したく思います。今回お隣にいるのはブルドさんです。ロールプレイゲーマーズなる動画シリーズを様子でないしニコニコに上げていらっしゃいますね。すでに私と遊んでもらった際の動画も完成しておりますので、よければ見に行くといいですよ。そんなわけで試合に戻りましょう。お相手はファントムとエピオンでございます。ブルドさんは運命に乗っておりますね。運命乗ってる人周りに多いな。相手のオラオラ戦法を避けるためにもうまくコスオバを狙いたい所存でござる。逆に言えば相手もそれを狙ってくるはずなので、私がゴーチンしてしまわないよう注意しなくてはいけませんね。欲を出せばたやすく蒸発するような耐久ですので、無理せず無茶せず無難に行きたく思いますです。ブルドさんの覚醒が溜まりましたね。9倍で援護しましょう、そうしましょう。弾送って対比タイム。浮いたファントムをブルドさんのパルマが優しくキャッチしてくれましたね。これがコンビネーションでございます。しかしてここでファントム急上昇。ファントムライト出力全開で気合の攻めモード突入。少しでも削れれば御の字だと信じ弾を送るか。大きく飛び上がったファントムの着地をブルドさんが差し込みなんとか撃破でございます。状況は良さそうに見えますが元気なファントムが降ってくると考えるとそれはそれでお辛いところ。体力に余裕あるからと無駄に被弾すれば次の攻め時な。ブルドさんが、なるほど挟み撃ちというわけですね。ここからは放置されないよう突っ込みたく思います。速度特化のおとりの神髄、お見せいたしましょう。やべえファントム見てなかった。ブルドさんの援護射撃によりアウトオブ窮地です。ありがたいですね。覚醒溜まったし使うか。あばば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 ば。ここでファントム覚醒です。あれを受けに行くべきか、エピの覚醒使わせるべきか、すいません、そっち狙われると困るので全力で止めさせていただき、エピオー。これもしかし泣くともあかんやつでですよねー。覚醒中の被弾ウルトラ痛いでござる。しかしてブルドさんがファントム撃墜、残る相手のコストもわずか、そのままブルドさんがエピオンを詰め切り勝利でございます。結果論ですがエピの覚醒が私に来たことで逃げる手段奪えたのが大きかったですね。結果良ければそれでいい。偉い人はそう言いました。さあ、純愛の始まりです。ロシアの大統領がなぜここに。続いてのお相手はガナートン。めっちゃ声通る人じゃん。恐ろしいボリュームしおってからに、改めてお相手はガナーとターン X でございます。おうべきはガナーかな。ガナーだよな。近くにターン X がいればそちらを、特格たまり次第ガナーに接近とかそんな感じでやってたと思いますです。ガナー放置すると無限にゲロビ流してくるからね。仕方ないね。これよりアプローチをかけようと思います。ただ手強いガナーって迎撃というか、逃げ方が上手なんですよね。それだと非常に厄介なわけでして、しかし諦めるわけにもいきませんので、頑張って踏ん張って追いかけたく思います。そろそろ機械敵から目を離す悪敵直さなくちゃいけませんね。距離が縮んだそのメイン太いっすね。ブルドさんがガナーに接近したのでターン X と少しだけお見合いした方が良さそうですね。前得は立ったけど見た感じカスあたりですね。とても悲しい。ブルドさんの覚醒が充電されたのでハイパーダブロタイム。余計な弾送っちゃった気がするけど前向きにガナーに再接近いたしましょう。なぜなら私は男の子だからです。自爆自衛してくるガナーとか絶対硬いやつじゃん。もう絶望しかないのですが、そろそろブルドさんが落ちそうなので準備したいですね。ターン X の殺意を感じたので離脱モード。運命の方に切り替えたっぽいのでその足でガナーに再びアプローチ。迎撃が上手すぎて辛い。横たわる足、起きるのを待つターン X。何も起こらぬはずもなく、許されました。覚醒ぶつけたいですね。通せばガナーも落とせそうではありますが。まあとりあえず9倍になって、最初強めに当たってあとは流れでうんぬん。ブルドさんやりますねー。ここらで覚醒使いましょう。それが大人の特権です。へいへいへい、ガナーへい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 。
あかんこのガナーやっぱり逃げるのめっちゃうまい。露骨に前角狙うからそうなるって。確かに一人でダメなら二人で戦えばいい。ルートを守る探偵もそう言っておりました。なんとか相手を両名とも撃破です。本来なら残る派ガナーなのですが、いけるかし。最後の覚醒2機を取られた結果がこのざまよ。あんたは俺が落とす。今、めっちゃ冷静じゃん。めっちゃ冷静じゃん。せっかくだし削っとくか。触れば落とせそうな位置までは来ましたね。こっちも触ればぶっ壊れちゃうのが課題でしょうか。ターン X めっちゃ来ますね。迎撃ミスれば蒸発不可避です。この覚醒で、落とす。そこじゃあ、なんで当たらないんでしょうか。これターン X 止めないとよろしくないのでは。逃げるのも難しそうですね。覚悟を決めましょう。うわあ、明るいソボンバー。ぶっ放した前ズボが火を吹き勝利でございます。これ当たらなければ積んでましたね。積んでれってやつですかね。ミレイナにさっきの戦闘を表示してもらっているわ。初代って相当珍しく感じますね。そんなこんなでお相手は初代とダブルゼータでございます。とりあえずはアムロを抑え込みに行きたいですが、やれるかしら。個人的には結構苦手ですね、ガンダム。なんかこちらの得意距離まで近づくとめっちゃ弾巻いてくるイメージがあります。あります。まあそれでも近づかないとダメージ稼げないんで近づくんですけどね。うはは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 は。しかして自動から飛んでくる弾も怖いわけでして、強い射撃を持たない私はちょっとだけ歯がゆい思いをせざる得ない。まあ9倍で強気に行けばなんとかなるやろ。初代が空へ逃げるムーブをしたのでうまく着地を狙いたく思います。追撃失敗したので受動打っときますね。ダメージは微妙ですがどちらも少しは削れたので悪くはないと私はそう信じたい。信じる者は救われるって言いますし、痛いんだが戦場が手狭に感じられてきましたね。一度空へ飛んで状況を整えたく思います。状況整えるってなんだよ。相手両方ともにオラオラできればいいのですが、やはり抵抗らしく抵抗につきまとう。あー、ブルドさんか。しかして私の体力には若干の余裕がございます。ならばリスしてきたルドさんと足並み揃えて突き進めば道が開ける気がして仕方がないわけです。道は蹴り開き、背後から撃たないでください。ちょっとダメージをもらいましたがその隙をブルドさんがついてくれました。いつの間にかこっち来てる。怖い。初代の先落ちに成功しました。少しだけ有利かもわかりません。アムロさん近いっすね。よろしい。ならば空中戦とシャレ込もうじゃ。やっちまったぜ。やっちまったものは仕方ありません。とりあえず踏ん張るぜ。今変な判定でまあばば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 死ななかったのでセーフ。でもこれ落ちた方がブルドさんの覚醒溜まるのでその方が良さそうですね。はい、生首落ちます。てってれー。開幕から特格使えるのありがたいですよね。いよいよ受動を削りたく思います。ダブロならきっとやれるはずです。弾幕の間に着地するの勇気いりますよね。動き的にオバヒまで持ち込めたようです。やはり連携こそが最高の手段。ステップしとこ。あとは私も覚醒溜まれば色々はかどるのですが、ちょっと溜まるのが遅そうな予感。特格重ねがけは覚醒の代用品になると誰かが言っていたので、それを信じ頑張ってみましょう。見えた。いい弾速してますねこの武装。受動を落とし状況はゴブゴブです。気持ちはゴブリンです。ピッカピカゴブー。ここでブルドさんが覚醒タイムです。後を追いましょう。残り体力的には受動のが可能性ありますでしょうか。しかし覚醒のあかん。覚醒飛んできたわ。華麗に回避ムーブ。途中でガンダム見つけて蹴りに行くの我ながらあれだと思います。噛み合いは正義。誰かが言ってました。ニバさん、お前だけは絶対に二人で詰めてしまえば。追い回したところにブルドさんのメインが刺さり勝利でございます。チャンスを通せると気持ちがいいですね。今の試合、映像で確認できるよ。アムロが成長して襲いかかってきたでござる。
んなわけでお相手はゼータとニャンでございます。ちなみにこの試合の少し前くらいで中佐に上がりました。過去上げてる動画では中佐になってるのがちらほらありますが、確かこのタイミングくらいです。アムロー、中居、えっへ、わしにも単発ダウンの CS ください。やはりアムロは危険ですね。仕方がないので神優とビタンビタンいたします。この頃のゼータって修正前だったかな。対面に来るってことは前なのでしょうね。つまり強いですね。ふふ、お相手のリカバリーがしっかりされていてとても辛い。ならば速度で翻弄。ボアゾン。これもしかしなくともピンチなのでは、ピンチなのですね。私の体力がブルドさんを大きく下回ってしまいました。よくないね。とはいえ今からコストを請求するのにも無茶があります。今は我慢の時です。生き残りたい？アイアムサバイバー。ここで神優が覚醒タイムです。L 覚醒なのが最高にいやらしいですね。どっこいブルドさんが覚醒でうまく切り返し神優を撃破です。やりますねー。月が見えたので蹴らせていただく。得じゃなかったのがもったいないでござる。なるほど。この覚醒で活路を見出せと、そういうことじゃな。ならば今一度意地を張らせていただく。あ、覚醒した。覚醒には終え、ないですね。諦めましょう。やだ。あのアムロちゃんとこっち見てる。アムロも多少ですが削れるに至りました。これでゼータ爆弾の道が閉ざせればいいのですが、強気に攻めたいところですがちょっと体力があれですね。自分が落ちるには少し早い感じがしますね。落ちない程度に前に出たいですが、果たしてそれができるか否か。我々は常に選択を求められている。覚醒ゼータは赤く光って目立ちますね。だね。死んじゃう？言ってたわ。ミュウの隙を確実に咎めるブルドさんが素敵だと、私はそう思うわけです。序盤不利な感じでしたが結構盛り返してきましたね。どんどんもルペコ。ここまで来れば体力的にはどちらを狙っても、といった感じですがやはり可能であればサンマルコスタンミュウを狙いたいところ。無茶したよ年頃、無茶したよ年頃。うわぁ、ぎゃぁ。ちょっと武装と体力回復してきました。このままアムどうして。ここでブルドさんが覚醒タイムです。M 覚醒の運命から逃げるのは至難の技だと私は思います。君はこのままゼータを狙ってもいいし、ミュウを追ってもいい。L 覚醒、もしかしてミュウと、ただでやられてなるものかー。前特の重厚補正が機能し勝利でございます。自分が思うよりこの武装強い気がしてきましたね。本日の動画は以上でございます。遊んでくれたルドさんに感謝を述べつつ、また遊びましょうね。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。